岡田新監督エラーワースト1位について、こんなん下柳おったら何回グラブ投げなあかんかわからん。もう僕さっきの守備って5年もあんな1位だったよね。そうです、ね、5年はちょっと、どうです改めて見て。いやいや、こんなのあれですよ、下柳がおったら グラブ何回投げてるか分からん。出ました、あの叩きつけ事件。グラブ何個あっても足りません。その時の映像はさすがに出ないですね。わかりました。いやいや、本当にそうですよ。わろた、これじゃあれでけへん。どんでんおもろいよな。確かに。あら、どんでんの2強。下柳がコーチ受けなかった理由マジでそれかもな。くさ、シュータビクビク。さすが本場大阪。監督どんでん、投手コーチ下柳、打撃コーチ金本、走塁コーチ立浪、守備コーチ中西太志、いけるやん。ひえ、シュータかわいそうやったな。阪神って投手のエラーが一番目立つ気がするが、こんなんあいつおったらあれやろ。怒りをこれ以上表した画像ないぜ。ほんまくさ。チャンネル登録していただいたら嬉しいです。ありがとうございました。